いやということで、はい、やってまいりましたよ。こちら池袋でございますけども、なんと、このロケですね、はい、2年ぶりでございます。よし、長かったね。2年ぶりですよ。次回作が長かったね。そうですよ。しかも今日はですね、レトロゲームのですね、はい、お店を紹介するということで、うん、はい、なんとあの高橋名人、はい、そして毛利名人をブッキングしたんですけども、はい、スケジュール合わず、うん、ということで来ていただいたゲストはこちら。はい、どうもルパン小島でございます。よろしくお願いします。もっとルパンたる勢いを見せた方がいいんじゃない、池袋の皆さんに。そういうね、言った方がいいよ。3秒前2、1、キュッ。あ、どうもルパン小島でございます。そうですよ、すいません、池袋の皆さん、申し訳ございません。本当にお店向こうということで歩いていきましょうか、はい、ここですか、今日のお店は。早速ね、あります。いや、よく入りましょうか。フリータイム、ちょっとフリータイム今安いんで、一部のね、あのあれなんで。ちょっと待ってあかんがな、これ。元気いいね。元気よくやらないと。元気いいね。ちなみにですけど、はい、昔あの雪吊りの女と入ったことありますか、ね、あ、マジですか。さすがやっぱやるな。やるなじゃないよ、もう。さあ、ということで、はい、雪吊りの女トークはこれまでにしまして、今日行くのはこちらです。はい、レトロゲームから現行ゲームまで、スーパーポテト池袋店さんを取材してしまおうということで、やりましょう。ルパンさん、行きましょうか。行きましょうか。ルパンさん、面白く入るプロですから、お願いします面白く入る。あ、面白い。おー、面白い。今回ドグマちゃんが訪れたのは、池袋駅から徒歩5分スーパーポテト池袋ゲーム横丁。ドグマちゃんが大好きなレトロゲームはもちろん、各種カード、攻略本、ゲームグッズ、最新ゲームまで取り揃え、マニア心をくすぐるお店となっています。果たしておじさん2人の目に留まるゲームはあるのでしょうか。さてさて、はい、ということで、うん、入り口の方にやってまいりました。やってまいりました。ちょっとなんか雰囲気ありますね、やっぱりありますね。なんか聞くところで有名人結構来てるらしいですから。ぽいですね。すごい来てますよ。来てますよ。これ誰誰、これはレッド吉田さん。レッド吉田さん分かりますけど、博多花丸、ね、丸さんも出てきますし、ザキさんと、おそらくはルパンさん、ね、今日は多分、はい、僕らもサイン置いてくれって言われますよ。あ、そうです。言われる？言われますよ。言われるの？です。すいません。よろしくお願いします。ます。あら、かわいらしい、素敵な、かわいらしいお姉さんがいますけども、リリスさん。はい、あ、リリスさん。リリスちゃん。はい、リリスちゃん。いつも僕プライベートでもこのお店、はい、来るんですけども、はい、かわいらしい、お会いね、お会いしてますよ。なんとかならんかなと思って通ってるんですけどね。なんとかなりますか？なんとかなったりしますか？真面目に書くんじゃない。だから、ね、あの聞いたところによると、はい、あの、はい、僕の先輩 の、 あのローリング内澤さんなんかもよく出入りしてるみたいな。ローリング内澤さんというね、先輩の方、はい、今ここにあの汚いワイプ入ってローリング内澤さんもお店来てるのよ。たまに来る。そうなんですね。口説かれた。いや、ご挨拶してどうですかね、このルパン小島っていうのも45になりますけど、独身なんですか。独身です。はい、でも失礼なこと聞いたら、もしかしてご結婚とかされてる。あ、まあ、そりゃそうだね。ね、来月です。え、本当ですか。おめでとうございます。ご入籍をされるんですか。すごいですね。あ、指輪が。それはあれですかね、差し支えながらないならばでいいんですけど、はいはい、あのゲーム業界系の人って全然違う。一般のだからゲーム業界はだから夢がないんだよ。夢がない。可愛い子は全部取られてそうだよ、そうだよ。他に取られてくる。俺もう来月からこの店来えへんかもしれんわ。いや、そこ早いね。よろしくお願いします。おめでとうございます。じゃあちょっとお店の中拝見させてもらいます。すみません、ありがとうございます。さて、こちらですけど、はい、ルパンさん、ファミコン通りってここには書いてありますね。ファミコンのこれなんかすごい、なんかお祭りみたいになってますけど、ね、懐かしいなこれ。見てよ、魔界村レッドアリーマ、ゲバラ、ゲバラね、7900円
これよう俺冷や当てるとゲバラそっくり言われてたけどね。確かに確かに。でもさ、ね、最近は、うん、あのやっぱイメージがあんまりこうなんていうの、ひげ生えてて、うん、ごついてよくないから、もう今、うん、綺麗だもんね俺。全然似てないでしょ。いや結構面影あるよ。なんでやないやろゲバラこれ。ある？ゲバラの面影あるよ。これよう見るとあれやね、調子の悪い時のうちの父親みたいな。あ確かに。お父さんっぽいね。そうね。高雪みたいなね。ゲバラじゃない。高雪。買ってこうかな高雪に。いや懐かしいですね。あ僕ちょっとありました、僕もお気に入りが。おこれ。どれ？これはやりましたね。お戦いのバンカー。戦いのバンカー。てっ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 てだよね、アクションゲームね。全然分かってくれてないんや俺の。てってってって BGM やったの。てっ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 てかりました。そんな知らないじゃん。いやでも戦いの番がやったんだよ、まあ、やったのね、もともとアーケードですから、ね、あとこれソンソン、ソンソン、これどんなんだったっけ。てて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 てはい、トトトポトトトポポポー。あの全然覚えてないな曲。どこが思い出の曲やん。いやいやでもねやったんだよ。多分やっ。あれだねこうポンポンポンって。そうそうそう。これさっきからポンポンポンとかクリーンとかパンとかもう分かんないよ。元ファミ通に行ってクロスレビュー書いてたんでしょ。でもこれファミコンの時代は書いてないもん。そうなの？そうだよ。あのやってないよ。しばってこれピーやな全部。そんなの、そんなのやってないね、ちゃんと真面目にやって。ファミコン時代はやってなかったのか。簡単初級問題、これはいこう。スペランカー、これわかるでしょ。これはあのね、ででそれあの弾打つ時の音や。BGM BGM スペランカあれですよね、うん、イベントでもやりましたもんね。そうでイベントで一緒にやってん。いや本当に出てこないんだよ。あれデレ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 はいはい、ノリノリで、はいカメラに向かってテン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 ポン。またポンでしょ。これも次行きますか。これ次行きますか。お東海道53次サンソフトさんのね、そう懐かしのソフトでございます。そうすごい好き。よし行こう。 BGM321 キュッ。出てこないや。東海道東海道東海道歩いて歩いて東海道よっしゃー。違ったっけ。それでも結構好きかもしれない。ありがとう。新しいテーマソングでいいかもしれない。正解はどうなんだって。正解はあの、うんてんてんてんねねねねねねてんてんてんねねねねねね。あ、さすがっすね。そうだよ、当たり前。覚えてるね。ゲーム業界何年いるの。もうかれこれ24年。24年いて東海道53席の BGM 何やったっけ。だめ、ね、東海道東海道歩く歩くわっしょいわっしょ。さっきとちゃうしアレンジをね。あ面白い、乗ってきましたよ。ね、もうさっきのコーナーはどうなるかと思って。なんかメガドライブコーナーと攻略本コーナーカットになってますから。カットなの。やっぱりこの、ね、ゲーム史に三千と輝くドラゴンクエストシリーズ、まあねね、そしてずっといってファイナルファンタジーシリーズ、これはやっぱ素晴らしい。これやってるでしょ、ね、ドラクエやってます。全部やってる。ドラクエは全部やってる。 FF はやっぱルパンさんやってるの。FF はやってる。どれが好き。このファミコンの1、2、3、4からね、スーパーファミコンでしたけど。一番ベストは、うん、6なんだけど。あ、やっぱそうか、スーパーファミコンや。このファミコンシリーズは、ねうん、やっぱ3かな。ジョブチェンジ良かったよね、うん、好きなジョブ何やった。なんだろう、文句かな。あ、殴っていく。そうね、会社に文句ばっか言って、そうそうそう文句ばっか言った挙句ノー処分になるっていうね。その頃はだから会社に勤めてないから。あ、そうかそうか、そうだよ。ありましたよ。僕は1が好きでしたけどね。すごいね、でも量が。量すごい。全部紹介したら終わらないね。終わらないね。あ、でもあ、テラクレスタじゃん。これはね、これはやりました。これテレクレシューティングテラクレスタ。なんでテレクレやね、うん。あんた相当通ったでしょ。通ったね。あのテレクラのテクニックとして受話器を取っといて、そう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 、フックボタンを押しといてランプが光った瞬間パッと離すんだよ。待ちます。ちょっとね、取ってると遅いから。そうそうそう、さすが。成功率どれぐらいだったの。2割かな。最悪。もう本当若い子が見ないよこれ。そうだね。あ、これ何、これ映るんですよって。あ、漫画であったよね。ゲームになってんだ。
ですよ。うわ映るんですってあんま聞きたくないな俺。いろんなもん映ったことあるからね俺。知ってる。知ってないでよちょっとやめてよ。ねえここあれですよ、ね、PC エンジン懐かしい。うわめっちゃうわすごい。あえて言わせてもらいます、はい、加藤志村これはすごいですよ。大先輩ですけどもね。懐かしいね。あの2人のさこのなんていうの、まあ、ゲームもそうなんやけど、うん、そんなこと言ってダメだよ。いいんでねえの。やっちゃうダメだよお前そんなこと言っちゃダメだよって。あのなんかいいよなまる感じが ね、 うんこしちゃうよね。うんこしちゃう。そううんこしちゃう。うんこしちゃう。うんこしちゃう。おならだよこれ。うんこ出なかった。うんこはその相方の方が茂みでしてるっていう。ああそうかそうかそうか。ケツ出してない。うんこしちゃうの酔っ払ってあんたじゃんいつも。落ちちゃう。いつも出ちゃって帰ってくる。緩くなってくるんですよ。あのどん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 。じゃあ本当に僕はもう何ちょっと いいですか。 PC エンジンってここ PC FX FX か。 PC エンジン次のね。でしかもあの僕ねこのスーパーリアルマージャンのねこのキャラクター大好きなんですよ。かわいいよね。すごいお世話になりましたから、うん、スーパーえどういう意味で。もうすごい何度も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 お世話になりました。何度もスーパーリアルマージャン PV、ね、素晴らしい、はい、もっとさ、ね、編集部の人はどうすごいかとか教えてえ何にも聞いてないもん。これ素晴らしいですね。シューティングでとかでしか言わないじゃん。もっとなんかこうこういうクリエイターがあってこういう面の構成でみたいな。あそこまで覚えてない。そこまで覚えてない。ゲーム業界25年で何してたの。何したの。だってそれ何してたの、ね、それで今日聞きたくて呼んだの。あなるほどね、うん、こういうゲームをあいいですねっつって褒めてたよ。いや面白いですねっつって大事なことやね。でも一番喋れるっていうゲームじゃどれ。ルパンさんがワルキューレ、ワルキューレの伝説。お、来た来た来た。これはワルキューレが可愛い、うん、アクションゲームね。ちゃんと説明をしなさい。説明をちゃんと。アクションゲームです。分かってるよそれは。ワルキューレが活躍するアクションゲームです。ネチョ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 でございます。まあもうしょうがないもんね。俺もでも喋れるのしかないよ。え本当に。本当じゃあ対決しようよ。僕じゃあ PC エンジンで選んだらこれですよ。やっぱり邪聖剣ネクロマンサー。ハドソンから出ていたこれね RPG なんですけども、うん、当時やっぱハドソンにお目にかかった高橋名人、はい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 、高橋名人がねこう監修ももちろんされたってことで、うん、なかなかあのなんていうのファミリーコンピューターとかだと、うん、敵キャラが動いたりとかってなかなかしなかったじゃないですか、うん、ね RPG においては、うん、でもこの PC エンジンのネクロマンサー敵が動く。はい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 。でとどめをね主人公が刺すと血を吹いて死ぬんですよ。くしゃで当時の CM の触れ込みは夜一人でやらないでくださいっていうちょっと怖い感じなんだろうね。こういうのパンパン出してよこれ。だってスーパー CD ロムロムとかもあるの。あるね。えめちゃくちゃ喋れるやんこんな。なんでないのよ。いやそのボキャブラリーじゃないの。これパワーリーグ4名作名作野球ゲームなんですけど、うん、割とグラフィックがリアル調になりました。あのこう、ね、ファミスタとかのドットとかそういうのではなくて、ね、ちょっとリアルな 3D の感じになりました、うん、まあそれパワーリーグ1からやけどね。それの4作目です。ほらもうスナッチャー、これ小島秀夫さんメタルギアソリッド。今ねあのコナミ退社されて、SC の方行かれましたけど、はい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 、これやっぱ PC エンジンの時にこう作られた完全版ですから。もともとはね PC8898 でありましたけど、僕もプレイさせてもらいましたけど、これ名作ですよ。あと 3DO とか XBOX もあるんですけど、こここれでしょうやっぱりね。フーミンのおもちゃ箱。おお、バスロマン。いいじゃないですか。細川文江さんだ。そうですよ、細川文江ですよ、これ。これだ。これ F カップ、ガロス F カップの女王ですよ。ね。じゃあ一緒にカメラに向かって、ギルガメッシュてててててて、ギルガメッシュナイティさてさて、こちらのコーナーやってきましたけども、はい、こちらはまあ、ネオジオとか、セガサターンとかね、いろいろ置いてありますよ。メガドライブも、ね、あ、そうか、メガドライブもありますけどもね、うん、いや、俺これは絶対言わして。はい、重王旗。俺、モノマネめちゃくちゃ出てるよ、これ。お、一面のボスが出てくる前のモノマネ。あ、ワウカムクゴドーマすごいね。
ったの、曲が出ない人ってゲーム好きじゃないと思ういや違うんですよ本当にね、なんかこう最近こうお、なんだろう、音階がこう抜け落ちてくる音階が音階が、はい、ルパンさん、はい、メガドラもありますけど、はい、下パソコンの上もちょっとあるわ。あ、これ岐阜からわざわざ来たカメラマンシルの大好きなゲーム信長の野望じゃないですか。カメラマン機嫌よくなってるもん。戦国武勇伝や、戦国武勇伝やって言ってるよう知ってるね。多分名作ですごくファンも多いと思うんやけど、うん、俺小難しいの頭バカやからようわからんくてどう遊んでいいかわかんない。これも無理だろ。あ、そう、これこれ、あったあった、青き狼と白き目力ジンギスカンでしょこれはだって俺よく言うけどオルドっていうコマンドがあって、オルドっていうのがやると誰とオルドしますかって言ってね、各その陣地の姫と一緒に宿に入って思いっきりあのまあ、P 入れるで言いますけど、うん、書類描写がだからもうこう書類描写がオルド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 っていう、やるんじゃないよ、動きを、ね、動きは P 入れれないでしょこれシルさん、面白さは何なの。えオルドの、オルドの面白さ最近進行になったもんやからオルドばっかしたもんやし週3回週3回じゃないよ多いな今嫁さんと一緒にワイプで顔入れておくぞご結婚おめでとうございます週3回って言って祝週3回3オルド3オルド週3オルド週3オルド週3オルドちゃうひどいな。あ、これやっぱ V サターンだけ言っとかんと。ああそうな、セガが作ってるセガサターン、ビクターさんが出してるのが V サターンなんで。なるほど。さあルパンさん問題です、はい、もう一つホニャララサターンというハード出ておりました。さてそれは一体何でしょう。あれなんだっけ、日立さんかなんかから出てて、おお、ハイサターン正解。すごい、やりました。さあということで見事正解されたということで、はい、こちらのなんと V サターン、はい、お買い上げしていただきます。おめでとうございますはい、こちらどうぞ。買うんだ。はい、お買い上げおめでとうございます。ありがとうございます。12,800円です。この番組は本当に買います買うんださてね、今日入り口の、ね、ここの部分をちょっとご紹介させていただきたいんですけども、すごいよ、ね、レトロレアゲーっていうんですか、レトロレアゲー、レトロレアゲーだね。このです、高価なやつ、高価なやつということで、こちらをね見たい、見ていきたいなと思うんですけど、すごいすごいよね。これ多分相当な金額なんじゃないの。これだって個別に見ていっても8900円、39000円、12000円、7400円、7400円、22000円、39000円、すごいよ。これルパンさんの給料ではもうとても無理だよ、ね、無理俺の給料ならまあいけるか羨ましいな、すまんちょっと何個か見ていきますか。こっちこれとかもうほら31,800円、上に31,800円のこスーパーファミコンでしょ、スーパーファミコン版ね、これあるんですよね、うん、こっち行くとほら見て、これゲームボーイアドバンスの機器買い替えが28,000円だ。え、なんで機器買い替えはそんな高いの。その本数が出なかったんじゃない、あんま、あんまで売れなかった。いや売れまあ売れなかったっていうよりもその本数自体が少ないんじゃない、ロッこのってことはあんまり売れなかった売れなかった、売れてないでしょ。売れたらいっぱい作るやろ、これ。せめぎ合いかな。せめぎ、そうね。せめぎ合いしたんだよ。代行抱えるとよくない。そうそう。すげえいいゲームなんやけどね。やっぱ気になるのはさ、どれ？やっぱさ、ね、これ毎回言うけど、悪魔城ドラキュラのロム版。ディスクシステムじゃないんだよな。じゃなくてロム、これロムなんだよな。そう、任天堂さんがあのニューファミコンっていうね、AV 出力のファミコン出した時に多分。その後ろのゼルダもそうじゃないかな。そうだね、ゼルダの伝説ね、両方ともディスクシステムなんですけど、うん、カセットにして出したって。これ9000今9800円の。俺このゼルダの伝説版完品でなぜかうち4つあるからねようわからんけどそれあのなんかファンのみんなのなんかグッズを集めるって言って変な車を全国走らしたらわからんけど4つぐらい集まってきてそれ1本くれよ。ダメだよ。ダメか、うん、もうすでに売ったしうわうわ、うん、何これ、筋肉マンマッスルタッグマッチ集英社の自動書店、何、どういうこと。
これもうさ、ラチアガンだ、見してまおうか。頼んじゃ見してもらえる。いや、いいんじゃない。すいません、リリスさん、はい、中身を見せていただくとかできます。いいですか。優しい。いいですか。素晴らしいですね。かわいい子はもう優しいね。ってやってくれるもん。ご主人のどこが好きなんですか。ダメだよ、セクハラですよ。そうですよ、それ以上聞いちゃいけない。セクハラ罪っていう罪はないですからね。セクハラ罪っていう罪はないですよ。野党が言ってんの。うん、それ似てるんで。あ、すみません、はい、ありがとうございます。ですね、この筋肉マンをちょっと見たいなって思いまして、ごめんなさい。はい、これすごくないですか。これは私あ、この隣ですね。そう、お姉さんから見たらプロレス全部一緒かもしれない。筋肉マン、こっちです、ね、こっちいいの。うわ、これすごいな。本当にこの辺は私8年いるんですけど、ここに、はい、これ1回しか見てないですね。え、1本しかないってこと。そうですね、この辺入れ替わったことほとんどないので。ないんだ。あ、ちょっと待った、さっきの間違ってたとです、値段見ても6万円嘘でしょ。こっち税込みだと7万。7万。ちょっと手に取っていいですか。いいですよ、来てない。うーわ、これなんで高いんですか。これ普通の多分応募のプレゼント品だと思うので、一般販売が多分されてない。なるほどなるほど。だから貴重価値が高いんだ。君の名前書いておこうってあるから、スーパーポテト池袋店って書いた方がいいんじゃないですか。価値が下がっちゃいますか。価値下がっちゃうか。これも非売品。そっちも600名限定。あ、スペシャルって書いてある、ほら。そうですね、上上上、ほら本当だ、スペシャルだ。あ、裏も書いてある。なんで一応600本このようにあった、うちの1本。希少価値あるんだ。だから普通のバージョンと技が確か違うんじゃなかったかな。プロレス技をいっぱい選んで選択して相手にかけるってやつなんだけど、これでも両方で7万の11万。お買い上げありがとうございます。いやいやいや、もう本当にありがとうございます。ルーパン、ルーパン、それルーパン。11万円か、うん、感想はどうですか。重いですね、やっぱね。だって僕の家賃より重さはね、軽いですけどね、違うの。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにですけど、これことあんま言うとあれかもしれませんけど、このショーケース、総額で大物ですけど、いくらぐらいするんですかね。考えたこともないですけど、100。じゃあもうそれぐらい高額なものだ。そうですね、おそらくはそれぐらい。ありがとうございます。ありがとうございます。リリスさん、すいませんでした。いえいえ、じゃあ最後に我々とゲーム対決をしましょう。ぜひ。やった。やれるんですか。じゃあストツーがあるんで、はい、ストツーで対決して、はい、我々が勝ったらサインをお貸してもらいます。我々が負けたらお買い上げと。はい、じゃあ移動したいと思います。はい、そうですよ。負けませんよ。頑張りましょう。はい、はい、頑張ります。さあ、ということで急遽ですね、お店の店員さん、リリスさんと、ストツーターボかな、対決になりましたんで、絶対負けられませんね。負けられませんね。これ我々負けると高額なものを買わされますから。ちょっと頑張らないといけませんが、はい、もしでも我々勝ったら、デカデカとしたサインを置かせてもらいます。置かせてもらいましょう。そうです。そうしましょう。そうです。よし、わかりました。じゃあ行きましょうか。じゃあバーサスモードで、はい、どれにしようかな。何使いますか。僕はね、もうサガットなんで、で我々はチームなんで一戦ごとに変わります。怖い。なるほど、わかりました。はい、もうすぐ変わるよ。準備しといてよ。うわ、龍来たか。おっしゃあ、出ない、出ない出ない、2人とも出ない、2人とも出ない、出ないと見るやいないや、このいじめに入る。出ない、アッパーカットが出ない。2人ともコントローラーに苦戦をする。よし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 、やばい。よっしゃ、おっ、いいんじゃない。店長なら負けないんですけど。よっしゃ、リーさんも悪いけどもらった。よっしゃ、よっしゃー、汚い勝ち方。よっしゃ、ルパンさん、ルパンさん、勝てばもう勝利やよ。やばい、行こう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 。あれ、なんか動きが違くない。ちょっとあれ、動きが違うぞ。ちょっと
コンボ動きが全然違うよ。いやだってなんか動きが違うよ。この子は慣れとるぞこれ。いやちょっと一戦目は見とったなこの人。ちょっと違う、リーさんちょっと話し合おう、話し合おうって、違う、話し合おう、ジャッジ何やってんだよ。リリースの勝利、分かってるね、分かってる、分かってる、泳がせてから、そうですよ、勝つ、狡猾な人、勝てる、勝てるかもって思わせといてね、思わせて、これは商売上手、商売上手です、これはもう、我々の乾杯です、負けました、じゃあ、何を買いましょう。まあでもあんまり高額なものはねその持ち合わせと合わせてじゃあとりあえずこれっていうのがあったらまずは金額関係なく言ってください。とりあえずその上でちょっと我々で相談します。ネオジオとかですか。ネオジオ、まあまあでもね1万円ぐらいだったら我々も大人なんで49,800円。いくらですか。49,800円。ちょっと一旦ここにいていただいてちょっと相談していいですか。ちょっとお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。お疲れ様。すごい。よかったよ。よかった。しょうがないよ。可愛いもん。まあまあまあ、もうそうだね。休むのか。楽しみね、これ減ったな。そうだな。悲しいな。残念。でもまあ楽しかったな。またレジ通しから逃げようか。どうしようか。割とお互いでした。ありがとうございました。トグマちゃんの儚い恋は破れてしまいましたが、懐かしさあふれる店内におじさん2人は童心に帰ってはしゃいでいました。そんな笑顔こぼれるお店に皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。